サトシ、サトシと中島じゃないか、あれ。やっぱり多重空間が解消したんだ。行こう。うん、サトシ、中島、ヨシキ、篠崎、お前ら無事だったのか。委員長、よかった、会いたかったよ。私も本当どうしようかと思った。ヨシキ悪運強えな、お互い。そんな、鈴本さんまで。篠原が冗談だろう。くそ、さっきまで、ついさっきまで笑ってたじゃないかよ。みんな、なんでだよ。とにかく、これ以上、誰も死なないで、委員長としての命令よ。篠崎。宍戸先生と森重君とゆかちゃんを見つけて、ここから帰るんだから。ああ、もちろんだ。いい、殺害犯は幸子よ。出会ったら気をつけてね。奈穂さんやゆきちゃんの話では、殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、殺された三人が自動的に条例されて、この校舎を包んでいる霊磁場が開き、元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の幸子か。どうすれば懺悔なんてさせることができるんだ。だよね。あなたたちのさっきの話、坂内法について聞かせてくれる？このテープで帰るための方法みたいに言っていたんだけどね、肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わってるから、きっと続きがあると思うの。キビキって人の取材テープみたいで。キビキ先生の？あ、うん。この方法さえわかれば、これ以上霊とかに関わらなくて済むし。条例とかより簡単そうだし。だけど、それじゃあ根本的な解決にならないよ。条例法、私に逆討ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは、この恐ろしい呪いの拡大を止めてほしいと考えているからだわ。この学校をこのままにしておくと、これからもずっとたくさんの子たちがここに閉じ込められて無垢死んでいくんだよ。そんなの、ただの高校生の私たちに何ができるっていうのよ。幸子に罪を後悔させるその方法をなんとか探るんだよ。なんで最初から無理って決めつけてるわけ？私の話だからうさんくさいって？
そうじゃないけど。とにかく協力して頑張ろう。俺たちは坂内法について探りながら、ユカやみんなを探すから、ヨシキと篠崎はユイ先生たちを探してくれ。おう。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。サトシ、これやるわ。お？なんか味方してくれた子供の霊からお前らに渡してやれって預かったんだ。じゃあ。委員長、気をつけてね。中島さん。ん？あんまり持田くんに近づかないで。は？おい、篠崎。おい。何よ。もうちょい力抜けよ。中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も、私そびれちゃった。後で渡せばいい。問題ないだろう。何も。市場を優先してクラスの人に暴言なんて、私、委員長として失格だわ。篠崎あゆみ個人としては、素直な反応だろ。俺がお前の立場でもああ言うと思うぜ。そう？多分。なんか、気楽になった。ありがとう。ああ。確かに、今幸子に出会っても、懺悔させる方法なんて思いつかないし。ユイ先生を探して、坂内でもいいから。とにかく、みんなで帰ろう。あ！床を探して校舎内をさまよう。俺たちは別館への通路が空いているのを発見した。本当だ。あっちにも校舎。ナオミ、大丈夫か？俺も怖いけど。大丈夫だ。二人でいれば、なんとかなる。だね。二人でいれば、また後悔が襲ってきて、私の心をねじり上げる。人の気持ちも知らないで！聖子の最後の言葉が耳から離れない。ナオミ。
大丈夫だ。お前のせいじゃない。元気づけてくれたサトシにはああ言ったけど、靴も揃えて置いてあったし、あれは自殺で。きっかけはきっと私の八つ当たりに違いない。絶対そうだ、きっとそうだ。聖子、絶対私に怒ってる。ゆかちゃん、きっと見つけてあげるからね。ひどい。これは刺し傷だ。何度も何度も刺し刻まれている。この人、殺されて間もないよね。はあ、そう見えるな。サトシ、あれ。あれは…嘘だろ。サトシ…間違いない。毎朝、俺も見てる。これは…ユカの靴だ。なんだよ、ここで何があったんだよ。痛い。血が出ちゃった。靴どこに脱げちゃったんだろう。かわいい。あなたは。さっき助けてくれたの。怖い人から逃げられたよ。むちゃくちゃしたい。は？私の言うこと聞く？お姉ちゃんね、あなたのお話なら聞くよ。幽霊怖いけど、なんだかあなたは怖くない気がするの。誰に物を言っている、この小娘が。くびり殺してやるぞ。ハハ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 
これは。なんなのこの校舎、血の跡ばっかり。ん？あれは、これは、森重の携帯だ。録画完了？森重、何か撮ったのかな？ゆか、わかるか？俺だ！お兄ちゃん…そうだ、もう大丈夫だぞ。悪かったな、一人にして怖かったな。ごめんな、ごめんな。よかった。さあ、ゆか、立てるか？うん。ゆか、何か落としたぞ。テープ？何これ、ゆか知らない。どこに持っていたんだ？わかんない。ゆか、これ初めて見るもん。気味が悪いな。けど、これって…うん、ラベルに「キビキ取材に」って書いてある。続きだよ。ここから帰る方法見られるかもしれない。だな。よし、見に行ってみるか。ユカ、さあ行こう。Thank you.
ゆか、さっきのテープ貸してくれるか。うん。よし、入れてみるぞ。一人になってはいけない。一人になってはいけない。死んではいけない。絶望してはいけない。これを見ているあなたに、ここから脱出する逆打ちの方法を残しておく。幸子のまじないを清純法灯用に、人数に幸子を加えた回数唱え、ちぎった片白の切れ端同士をくっつけるのだ。しなければよかった。来なければよかった。君があんなことに。先生。そうか。ねえ、サトシ、今の映像。ああ、この部屋で撮られたものだな。この匂いか。最初に感じた異臭は白骨死体だ。服装からさっきの映像のキビキって人と。女の子の制服は私がさっき会った幽霊の女の子のだよ。俺も職員室で話した女子だ。篠崎が言ってた奈穂って子かもしれないな。どうした？サトシ、奥に、押し入れの奥に何かない？ん？何もないぞ。もっと奥の方、よく見て。壁に隙間がない？ん？あるぞ。奥にもう一個部屋がある。お前、なんで知ってるんだ？私もわかんない。ただ、そんな気がしたの。とにかく調べてみるか。大丈夫か、ゆか？二人の白骨死体があるから、踏まないように気をつけろよ。ええ。真っ暗。大丈夫？手、つないでてあげるよ。うん。ナオミお姉ちゃん、優しい。なんだここは。すごい匂いだぞ。これって、トイレ？はしご。どこに出るんだろうな。
おい、ナオミ！お姉ちゃん！いっぺんに使うと壊れそうだな。ユカ、ナオミが登り切ったら、お前先に登りな。うん。ん？ユカ、最後がいい。ん？ああ。でも大丈夫か？俺が登り切るまで一人でここにいても。うん、平気。いや！お前一人残してて、何かが急に襲ってきたらどうするんだ。お前のパンツなんかいつも見てるんだから平気だって。仕方ないな。じゃあ上で声をかけたら、お前もすぐに登ってくるんだぞ。うん。ユカいいぞ、登ってくるんだ。うん。ナオミ、どこだ。サトシ、これは、女子トイレか。なんでこんなところと繋がってるんだ。よりにもよって、どうしてここなの？ここは、篠原が死んだ場所だ。やだ、もうやだ。聖子が、聖子が怒ってるんだ。やっぱり私が、私のせいで聖子は死んだんだよ。ナオミ、違う。違うよ。お前のせいでも自殺でもない。どうして違うって言い切れるの？あの時の私の言葉、聞いてないからサトシは。それ、聖子の携帯。死んでしまう直前まで、あいつはお前のことを心配してたんだよ。送信されていないけど、お前宛にメールを書いてたんだ、あいつ。読んでみな。聖子、聖子、聖子！聖子！気持ちが落ち着くまではと思って、ナオミには見せずにいたんだ。すまない。落ち着いたか？うん、ごめん。篠原の気持ちに応えるためにも絶対に出るぞ、こんな格好。
か見つけた。ん？これテープか。さっきカメラが壊れてしまったからもう見れないな。うん、一応持っておこう。よく見つけたな、ゆか。とにかく幸子のおまじないの逆打ちの方法は分かったぞ。篠崎たちと合流しよう。そうだね。サトシ、おまじないの切れ端はちゃんと持ってる？ああ、持ってるよ。ほら。ゆかも。えらいな。なくすなよ。お前は？うん、私も。あれ？え？嘘？あれ？え？やだ、学生証がない。挟んでおいたのに。ナオミ、落ち着け。よく探してみろ。あ、うん、だけど、さっき確かに幸子さんの切れ端を挟んだ学生証、スカートのポケットに入れたんだよ。セゴに見せた時に、ない、ないよ。やだ！このままじゃ、私、帰れない。そう心配するなよ。さっきまで持ってたんだろ？この校舎の中で落としたのなら、きっと見つかるさ。だけど、このままもし、出てこなかったら、私だけ、私だけ。ナオミ、大丈夫だ。お前一人置いてったりしない。見つかるまで、最後まで一緒にいるから。ゆかも。兄ちゃんと一緒に、ナオミお姉ちゃんと、姉ちゃんと、のか、ごめんね。私、ほんとダメだね。悪い方にばっかり考えちゃって。私はいいから、ダメだったら、ゆかちゃんは、サトシと一緒に帰るんだよ。いやじゃあ、探してくるよ、私。学生証。ナオミ、待て！一緒に探しに行こう。大変なことになってしまった。私は今、オカルト研究の歴史が一変する世紀の瞬間に立ち会っている。今私がどこにいるか説明をして、果たして読者諸氏にはご理解いただけるだろうか。驚くなかれ、私は今、呪われた学び屋天神小学校、その校舎の中にいるのだ。
私の有能なる助手、読者にもおそらく名の知れた冴の木奈穂君。霊界に精通している彼女の心霊調査により明らかになった。霊場との接触方法がある。私はもう一人の助手、カメラマンの田口君と二人でその方法を行い、すでに存在しない学校に、生きた人間としての禁忌に足を踏み入れた。このまま記事とともに映像も残そうと思う。まずは手当たり次第に調査する。次回記事にて我々がどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか。私も非常に楽しみで仕方がない。こうなったらとことん行く。期待して待っていてほしい。一度ここで筆を置く。私自らが証拠を携えて霊界と通じる生き証人になってみせよう。奈穂さんの師匠、オカルト作家兼猟奇事件ルポライターの響先生も。本当にここに来ていたんだわ。嫌な言い方だけれど、奈穂さんの方が売れっ子になっていたし、起死回生を狙って特ダネをつかみにここに来たのね。あの死んだ魚みたいな目した女子、師匠なんていたのか。奈穂さんも響先生もはっきりとここに来たって言っている。青い霊魂の話では児童霊の呪いで監禁されているってことだったし、児童ユキちゃんの霊は連れてきているのは自分たちじゃないって。だったらやっぱり幸せの幸子さんに失敗したからだわ。私たちがここに連れてこられたのは幸子さんを怒らせたせい。あの時ちゃんと奈穂さんのブログの指示通りにおまじないに成功していれば。篠崎、私はただみんなずっと一緒に友達でいられると思ったから。まさかこんなに失敗リスクが高いなんて思うわけないじゃない。ただのおまじないで普通じゃないよ。こんなことになるなんて。篠崎、抱え込むな。こんなもん誰が予測できるって言うんだ。みんなごめん。鈴本さん、篠原さん。私のせいだ。篠崎。